仲里依紗は日本の女優、ファッションモデル。1989年長崎県出身。ティーン誌のモデルで活躍した後、女優としての活動を始める。アニメ映画時をかける少女で主人公誠の声を担当して注目を集める。純喫茶磯部で横浜映画祭最優秀新人賞と毎日コンクールスポニチグランプリ新人賞を受賞。実写版時をかける少女ではアニメ版に続き主演を務め、同作とゼブラーマンゼブラシティの逆襲の2作品で第34回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞する。美しいビジュアルや明るい人柄で男女問わず支持されています。